あおさんおはよう。おはよう。おしっこしに行こう。うん。朝です。てってれー。母ちゃんおはよう。相変わらず寝坊ですね。あおさん。非常に気持ちいい朝から始まりました。どうですか、あおさん。いい目覚めですか。ですか。やっと小鳥さん起きてきましたけども、おはようございます。おはようございます。随分遅かったんじゃないですか。メイクの時間が長かったんですか。母ちゃんに走りされました。そんなノーメイクの母ちゃんを突っ張るいておきましょう。ガブッチョ。そう、二つに折って、で端っこからせーの、ガブッチョ。いかがですか。美味しい以外のコメントお願いします。ちゃんとグルメリポーターらしいやつね。はい、はい、葵さん。食感がすごい。どんな食感ですか。食感がすごい。同じやないかい。うん、だから来たじゃん。これ、はい、あっという間に撤収完了。今日はいつもと違うところに遊びに行きます。それでは行きましょう。いいキャンプ場でしたね。ただ人がめっちゃ多いのはびっくりした。約70サイトあるキャンプ場全部埋まってます。川津七だる温泉やってまいりました。ここは駐車場です。ユネスコ世界ジオパークへようこそ。伊豆ってジオパークなんだよ。伊豆半島全部だ。なるほど。すごい。そんな中で今日はここですね、川津七だる。さあでは滝巡り行きますよ。みんな今出発して、カニ、ショケイ、ヘビ、ヘビ、カマ、サルタフチ。伊豆の踊り子ルートですよこれ。そうだね。うん、行ってみましょうか。七だる七福神、カニホテイ、カニだけ行ってみます。家庭マンですってよ妻。そうだ、ね、よかった。君の入った夫婦関係にも修復が。あ、これだ。カニ滝。はい、家族みんながいつまでも仲良く健康でいられますように。落ちた。あ、惜しい。小鳥さんのお願い事です。有名な漫画家になる。あー、いいね。よし頑張れ。あー、惜しい。みんな惜しい。すごい。上行こう。いいよ、登ってって。ヘビーダーキ。岩がヘビの鱗みたいに見えるからヘビーダーキだ。吊り橋です。すごいアーチ状になってる吊り橋だ。行ってみましょうか。
ものすごい数の階段を上がって今滝の上へ来ようとしております。やばいんじゃない青い、やばいんじゃない。ダルダルダンダン橋ダン、すごい綺麗なブルー。なんでこんな色してるんだろう。うわー飛び込みてー、すごい綺麗なブルーです。ゴールに到着、サルタフチです。うひょー冷てー、入んなよ青。うわーもうダメだ、足が痛い、冷たすぎる。お青いすげー。小鳥さん、私ここに来たの前回いつだか思い出しました。はい、13歳中学1年生の時です。友達と2人でねキャンプしに来たんだよ、この河津に。キャンプ、うん、だからなんとここを歩くのは33年ぶりでした。やばいね、すごい。なかなかアドベンチャーだったね、うん、七滝巡り。さっきの河津七だるる、あそこは観光地だからさ、当然いっぱいご飯食べるところもあるし、そもそもあそこも温泉だから河津温泉、大だる温泉っていうのは入れるんだけども、激込み。こんな時にちょっと15分あの場所から海方面に移動したところに最高のご飯屋さん、さらに最高の温泉を知っているので、そこを回避するチョイスができるのは私たち水を愛しているからこそできるチョイス。これから向かうのは中華一番。なかなか観光に来る人がチョイスしない店だね。私たちだからこそ知っている激レア定食です。行きましょう。到着しました、中華一番、入ってみましょう。肉チャーハン大を一つ、あと泣き飯は今日はありますか。本当いい、ありがとう。いただきます。やばい。デディンデディン、このサイズ手のひらと比べたらすごくわかる。いただきます。いただきます。いや、やばいこれ。いや、おいしい。うん、中華料理一番、やはりですね、肉チャーハン抜群におすすめだと思います。なかなかワイルドな道ですよ。アドベンチャーかもしれないよ。いやいや、アドベンチャーな感じだね、これ。大きめのあの人とかキャンピングカーだと、ちょっと今ね、来る途中も細くて怖いものがあったね。トレーラー無理だよね。トレーラー厳しいね。うわもう完全にディズニーのなんかアトラクションに乗ってるとしか思えないぐらいのジャングル感ですけども、降りていきます。キャンプ場です。これはいいんじゃないですか。これはいいんじゃないですか。わあ、ほんと。こんにちは、お世話になります。お世話になります。すいませんですね、帰りにですね、はい、ここに瓶と缶、はい、であとは全部一緒でいいですから、はい、ここへ置いてきてください、はい、で、はい、この一番向こうにシャワー室があります。温泉シャワー、はい、24時間入りますから、はい、でトイレはこの下、それじゃいただいても大丈夫です。あ、いいです、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。滞在、ほんで一輪車あれで猫に、ここが私たちのサイトになります。
はい、今夜のキャンピングゾーン設営完了。どうですか、葵さん、今日の場所なかなか良さそうですね。楽しみ。昨日のところに比べるとすごく、コンパクトなキャンプ場でちょうどいい。ちょっとね、昨日のところは70サイト満員御礼っていうかなりカオスだったので、やっぱね、そうだな、20、30サイトぐらいかな、このぐらいの規模感がすごく居心地がいいなと。でですね、各サイトに電源来てます。 100V 取れます。かなりいいキャンプサイト発見したね、うん、なので、どこか場所は教えません。今日のキャンプ場こんな感じです。ちょっとね、また初めてのロケーションだね、青、こういうところだね。ちょっとね、だんだんなって開けたところでキャンプ場になってます。日陰になるものがないので、僕のところはね、今日光が当たりたい放題当たってる感じですが、ちゃんとシェードができればすごく風の通りもあって快適に過ごせるキャンプ場だと思います。いや、すごくいい。なんせ一サイトに一個専用の炊事場がついてるっていうのは、これ過去初めてですね、すみさん。かもしれない。ないよね、今までね。ほんとここ数年さ、こういう休日を過ごしてなかったね。離島ばっかりでさ、一箇所でゆっくり過ごすってことをほんとやってなかったから、この2日間すごくなんか新鮮。伊豆にいるのにサーフィンしないでさ、山の中で遊んでるっていうのはね、久しくないね。やっぱ昨日のキャンプ場よりかはこのぐらいの規模感の方がいいね、俺たちには。そうだね。妻、はい、最後の夜、小鳥と2人でタッグシステムよろしくお願いします。何やるんですか、小鳥さん。おほー、なんと切れ味の悪い包丁なんでしょう、妻。ひどい管理が。こんな切れない包丁見たことがない。まず玉ねぎをね。おや、妻が切るとサクサク切れる魔法の包丁。おっと、なんとおぼつかない手つきが可愛い。可愛い小鳥、頑張れ。あのピヨピヨだった小鳥が包丁を使っています。また大人の女へステップアップしていくのですね、シンデレラが。そしてもうすっかりシンデレラ期を通り越してしまった妻ですけども、もうドモホルンリンクルも聞かなくなったっていう噂は本当ですか。荒れ地の魔女です。荒れ地の魔女です。強そうですね。さあ、バーベキュータイム。今夜は魚、そして肉を食らう。Here we go。 豚バラを味付けしてくれてます。ありがとうございます。何もしてないやつはここにいます。やってるよ。来ました、妻。これは何ですか。じゃじゃーん。マグロのカマです。マグロのカマを食らう。このサイズで980円。お、安い。よし、行ってみましょう。はい。もこいけさんですか。もっこりもこいけ。いい感じにかからない。これがもっこりもこいけ。よし、いいだろう。オンファイヤー。そしてここにもまた塩を一気に注いであげる。すごい油が乗って新鮮な感じがします。伊東で揚がったマグロだそうです。地のものを毎日食べている。いや、もちろんですよ。このゴールデンウィーク、うん、僕たちの大好きな伊豆の食材を堪能する3日間となっております。いいですね、油が。できました、マグロの釜焼き。早速食べてみましょうか、葵さん。ちょっと肉厚のところ食べてみ。その裏側にあるから。ほら来た、食べてみ。うー、乾燥。熱々でむちゃくちゃ美味しい。さすがグルメリポーター。そうですね。で、もうつまんじゃう。油すごい。すごいね。何これ。こちら我が家のポータブル扇風機ですね。これ隠しアイテムです。炭を起こして火力をね、強くするとき扇風機が非常に役に立ちます。
このように強制的に空気を送ることで一気に火力アップ。お試しあれ、チェケラウ。2ラウンド目はチキンです。チキンはね、よく目をかけてあげないとすぐ焦げちゃうんでね、回転しながらまんべんなく熱を通してジューシーに、で奥が強火、手前が弱火にすることでバリエーションを変えて表面をパリッと揚げる、焼くときはこちら。じっくり焼きましょう。焼けました。チキチキチキン。ちょっと焦げちゃったけど、ご愛嬌。よかーちゃん。てってれー、なにこれ。ポークチャップ。はぁ、チャプチャプチャプ。うわー、やったおい、これデラックスゴージャスウルトラスーパーエグゼクティブなキャンプ。食べましょう。あ、写真撮ってない。ポークチャップ、脂が乗っててうまい。チキン、家族はみんな寝てしまいまして一人ぼっちになってしまいました。しかしもう少し焚き火を楽しみたいと思います。今夜はこの辺で、グナイ。おはようございます。目が覚めると料理が行われてました。私は寝坊をぶっかましました。そして寝坊した上に何もせずドカーッと座ってるだけ。それが親父スタイル。さあ、小鳥さんが作ってくれたのはウインナー。美味しそうじゃないですか。僕のピヨピヨ小鳥はどんどんレディーになっていきます。ありがとう。それから母ちゃんが作ったこれなんだ、崎陽軒のシューマイか。違うな。さあ、俺と青い男チームは全く手伝いをしません。こちらのキャンプ場ですね、実はウェブサイトなどがありません。偶然見つけたキャンプ場なんですけども、そのウェブサイトとかもないから一泊の料金表とかも載ってなくて、でももうそんなの気にしないでいいやと思って予約しちゃいました。金額を聞かないで来てしまったんですけど、なんと一家族一泊4000円ポッキリ。口コミにここのオーナーのおじさんがすごくいい人だっていうコメントたくさんあったんですけど、本当人のいいおじさんだよね、ここの管理人さんね。さらに焚き火用の薪使い放題、ただで、ね、使い放題っていう近年稀に見るキャンプ場を発見してしまいました。さあ行こう。よし、食べますか。いただきます。母ちゃん、インスタばっかり、インスタばっかり。いただきまーす。ちゃうんかーい。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいいいとこだった。いいとこだったね。ここ絶対もう一回来たい。うん。すごい山道に入ってまいりました。そうだね。わー、すごい、山の上にこんな開けたところがあるなんて。あ、ここだ、第一駐車場。さて、まだね、この先もありますけども、ちょっとこの辺りから歩いてみましょうか。さあ、あそこの風車まで歩いて行ってみたいと思います。すごい景色に到着しました。細野高原。
運河で一望。息がキレキレです。なんと小鳥選手走って追いかけてまいりました。なかなかやります。ゴール、小鳥よく頑張った。子供たちに催促されています。すぐあの先に理想的な景色が広がってるのかもしれない。一体どうなってるんだ。ドキ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 。ここは楽園なのかもしれない。来たー、てってりー。伊豆大島、初島、ちょっと見えますね。素晴らしい。私たちの車があそこに見えます。ここから降りていきたいと思います。ワイルドガール、道なき道を歩いてきます。リリン、なんということでしょう。渋滞にはまってしまいました。まあそれぐらい人がたくさん出てるってことだね。良きことと考え、素直に受け入れましょう。渋滞は嫌いじゃ。というわけでですね、今回のゴールデンウィークトリップ、ここまで。バーイ。